エンバペ早くも不満分子へ。マドリー起用法に本音トロ。キリアン、エンバペが親しい人たちにレアル・マドリードのプレースタイルが好きではないと打ち明けた。エンバペはレアル・マドリードの戦術システムやカルロ・アンチェロッティが採用するサッカースタイルに満足していない。彼はパリ・サンジェルマンで自分中心のプレースタイルに慣れていたが、スペインではそれが当てはまらない状況だ。ほら、また調子に乗り始めたな。自分の立場をわきまえろ。お前は来たばっかりなんだからな。お前がレアルを必要としてるんであって、レアルはお前を必要としてないんだよ。ヴィニシウスがスターだと気づいて切れたんだよ。彼は間近で1年間メッシを見た。そこで歩いても W 杯を取れると思い違いをしてしまった。メッシはどうやってこの中学生とうまくサッカーをしていたんだ。フロレンティーノ、ペレスがキリアン・ムバッペをオフィスに呼び出す時がやってきました。態度だけベテラン。実績で語ってくれ。エンバペ、君が自分をスターだと思うのは自由だけど、マドリードでは全員がスターなんだよ。エンバペ、ピッチ上でのプレーよりも態度の方が目立ってるぞ。チームの中心にいるのは君じゃなくてエンブレムだから、そこを勘違いしないでね。超マジで自分がレアル・マドリードの中心だと思ってんのかよ。おい、このチームはお前なしで全部勝ってきたんだぞ。適応すべきなのはお前であって逆じゃないからな。ペレスは全盛期に近かったロナウドでさえもためらいなく打った。エンバペはこのクラブがどういうクラブなのか全く理解できないまま退団することになるかもしれない。試合ごとにほぼ1ゴールしていたよ。ロナウドのレアルでの最初のシーズンはムバッペの活躍から何光年も先だった。レアル・マドリードでそんな扱いを受けるに値した最後の選手はクリスティアーノ・ロナウドだろ。それにエンバペは CR7 のレアル初年度には全然及ばないよ。